社民党と連携を強化するということは、まあ、衆議院での3分の2を確保しようということなのではないかと、まあ、しかし衆議院で3分の2を取って全て国会がスムーズに本当に行くのか、普天間をギブアップするということですよね。要するにことが成就したらそれによって失われるものは得られる3分の2よりも大きいんじゃないですか。日米関係が破綻いたしますので、そういうところまでやはり考えて、その場をしのぐんじゃなくて、ですからこの政権の特徴がもう一つ、その場しのぎ、言葉でその場をしのいでいけばいいみたいな、そういう部分が垣間見られますので、やはり訪米もされるわけですし、外務大臣が早々と3月の決着を先送りしたようですけどね、問題を先送りしていけば解決するんじゃなくて、普天間が残るわけですよ。危険がそこに内在したまま、県民の皆さん方の不安不満が高まる、そういうことをやはりしっかりと、ここも住民の方々としっかり話ができる環境を作ることが政権に望まれています。関西では隣の選挙区昔からよく知っとるんですけども、ここまで制裁かけちゃってて、ある意味じゃこの予算編成、税制、また来年の国会、そして何をされようとしているのか全く見えないということは、政権自体の意味みたいなものをですね、半年経った、時間はあっという間に経ったような印象を持ったんですけども、何をする政権なのか全く半年経ってもわからないというのが率直な印象であります。ありがとうございます。